皆さん、いかがお過ごしでしょうか。暑くなったり寒くなったり、雪が降ったり降んなかったり、ちょっと体がついていくのが大変な今年の冬ですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私はおかげさまで健やかに生きております。本日は北海道コンサドーレ札幌の前期スケジュールのポスターのご紹介したいと思います。本日撮影する日がですね、2024年2月の29日ということで、4年に1回のウルード市のウルービということで、ならせっかくなら今日撮影しようということで、お送りしておりますけども、先日ね、31年目の J リーグ開幕しましたけども、我らが北海道コンサドーレ札幌はアウェーアビスパ福岡試合0対0という結果で終えましたけども、まあニュースだとかを見ていると、まあ怪我人も多いですし、試合の中でも近藤選手も怪我、宮澤選手も怪我したんじゃないかみたいな感じで交代しましたけども、まあでもだいぶ選手も入れ替わった中で、まあ前半はちょっと苦しい戦い続きましたけども、後半に入ったら結構面白いサッカーを繰り広げていたので、まあ、今シーズンは非常に楽しい、相変わらずスペクタクルなサッカーをしてくれるんじゃないのかなっていう期待を持ちました。数日後、あさってですかね、あさってには、第2節で、再びアウェーでサガン鳥栖というカードが組まれておりますけども、そこら辺もね、怪我人もいっぱいいるみたいですけども、どれぐらいまた怪我人が復帰してくるのかなっていうのは楽しみですけども、そんな中、ポスターのご紹介ですね、していきたいと思います。ユニフォームは、オーセンティックのユニフォームは購入された方は続々と届いたっていう SNS 等で皆さん報告されてますけど、私レプリカなので、レプリカが到着したら、またご紹介したいなと思います。本日は、ポスターのご紹介です。今年の前半のポスターはこちらとなっております。かっこいいですよねこれ。今回はね、一番前のセンターに宮澤選手がいて、真ん中の真ん中、ドセンターには今年から新キャプテンに就任した荒野選手が、陣取っております。8年ぶりにキャプテン交代ということでね、でしかも荒野選手ということで、いやこれはね期待しかないですよ。で、荒野選手がいて、荒野選手の上に、鈴木武蔵選手で、深井選手がいたり浅野選手がいたりで、両サイドに、菅野選手と、高木選手の両ゴールキーパー、これが縦型でございます。横型がこちら、まあ同じメンバーで陣取ってやってるんですけども、やっぱまた横に広がる分、また選手もちょっとずつ大きさは変わってるのかな、心なしか大きくなっているような気もしますけども、これデザインしてくれたのはいつも通りユニフォームをデザインされた相澤洋介さんなんですけども、
相澤さんが、SNS の X ですね、旧ツイッターでこのようなコメントをされておりました。ポスターを作るときに新野を中心にしたかった。なぜなら彼は常に正直に生きて、誰よりもコンサドーレで戦いたいと伝わるから。ラフプレーだろうが、レッドだろうが、僕は大好きです。宮澤の後ろに新野、菅と高木を配置して構成し、ユニフォームデザインと絡めたデザインです。ということでね。ユニフォームデザインを絡めたっていうので、このストライプがですね、ストライプの中にさらにストライプが入っているというね、構成になってメンバーがそれぞれ配置されているっていう形になっております。これで、日程の方も下にダーッと書かれてますけど、ホームの試合ですね。まずは3月10日ホーム開幕戦、浦和レッズということで、去年のね、ホーム、そしてリーグの最終戦も浦和レッズだったんですけども、また今年の開幕も、浦和レッズということで、またね、その 去年のね、小野選手の引退セレモニーの時のちょっとミシャがチクリと刺した一言が影響して、今年のホーム開幕戦も熱い、激しい試合。まあ、選手たちはね、別にそんな関係ないですけども、サポーター同士のね、応援で、ちょっと、熱く、なんていうんですかね、いい意味でも悪い意味でも、熱い声援合戦というか、いう感じになっていきそうかな、という感じはしますけども、まずはね、あさっての第2節、サガン鳥栖との試合を勝って、キャンプ地から北海道に選手みんな、スタッフもチームが帰ってきて、調整して、満を持して、レッズ戦を迎えて、勝ち点3をゲットしてほしいなっていうふうに思っております。はい、ということで、本日は2024北海道コンサドーレ札幌の前期のポスターのご紹介でございました。皆さんもね、自宅なり、コンビニでセブンイレブンさんで印刷して玄関前に貼るだとかして、コンサドーレの試合等を、アピール一生懸命していきましょう。ということで、本日以上でございます。また次回。次回はあれかな、ユニフォーム紹介ですかね。何になるか分かんないですけど、またお会いいたしましょう。さよなら。